ナポリ王国、レガナムネヘパディタナムレンヨディナポリ国の標語、ナキシースアーバス。ナポリ王国は、13世紀から19世紀にかけて、ナポリを中心に、南イタリアを支配した国家。13世紀末にシチリア島と、イタリア半島南部を支配していた中世、シチリア王国が分裂した際、半島側の領土を支配下に置いた王国である。19世紀初頭 シチリア島のシチリア王国とナポリ王国は正式に統合され、両シチリア王国となった。この国は国号としてはシチリア王国を交渉していた。中世シチリア王国がシチリア島側の王国と半島側の王国に分裂した後も、両者は共にシチリア王国の政党を主張して国号を譲らなかったためである。両者は便宜的に東大のこちらのシチリア王国と 東大のあちらのシチリア王国と呼ばれた。まもなく半島側の王国にナポリオ王国の故障が普及した。ナポリオ王国を交渉するようになったのは1759年に至ってである。なお、シチリア島側の王国を特にトリナクリア王国と呼ぶこともある。二つのシチリアを併称して両シチリアとも呼ぶ。地図ナポリオ王国の領土は概ね、現在のカンパニア州。 カラブリア州、プッラダ州、アブルツォ州、モリーゼ州、バジリカータ州及び、現在のラツヨ州の一部を含む領域である。シチリア島が、同君連合の下に置かれた時期もある。1408年から1414 14年にかけて、ラディズラーを一世は、ローマをはじめラティウムウンブリアを占領した。1557年から1800年まで、トスカナ地方の沿岸部に存在した。 プレシディ領はナポリの俗領であった。中世シチリア王国の分裂、編集、ナポリ王国が誕生したのは1282年にシチリア王国で発生した住民反乱、シチリアの番島に橋を発する戦争の結果である。それまでシチリア島とイタリア半島南部を支配していた中世、シチリア王国はシチリア島側と半島側に2分されることとなった。 この戦争によって1266年からシチリア王の座にあったアンジュ家はシチリア島から追われた。シチリア島はバルセロナ家の支配下に入った。一方で半島南部はナポリに本拠を移したアンジュ家の支配下に留まった。1302年に締結されたカルタベロッタの和平によって分裂した両国が互いを承認した。 半島南部のみを統治することとなったシチリア王の国家がナポリ王国と通称される王国である。14世紀前半、ナポリ王国はロベルト一世のもとで繁栄を迎えた。強硬派と皇帝派の争いの中では強硬派に属した。アンジュの内紛、編集ロベルト一世没後は内紛が続くこととなった。ロベルト一世の後を継いだのは 孫娘のジョバンナ一世であったが、1382年にジョバンナ一世が暗殺され、アンジュードラッツオーとバロア,アンジュー家の間で紛争が生じた。1435年、アンジュードラッツオーの女王ジョバンナ二世が死去して、アンジューシチリア家の断刑は断絶。バロア,アンジュー家がナポリオーとなったが、その統治は長続きしなかった。 アラゴン支配下のナポリ王国の旗アルフォンソ5世による征服、編集1442年、トラスタマラ家のアラゴン王アルフォンソ5世によって、ナポリ王国は征服された。イタリア半島周辺のイタリア語大国の一つとして、1454年のローディの輪に参加した。アルフォンソは、ナポリ王国貴族の支持を得るために、隠し特権を付与し、あるいは既得権をそのまま承認した。 こうした貴族の中には、ジョバンニアントーニオ・ディバルツオルジーになる人物がおり、ナポリからターラントまで所領図体に通れたというが、しかしこうした、昭和らの実態は未解明である。アルフォンソは、シチリアとナポリの王を兼ねたことから、両シチリア王を称した。アルフォンソ没後、ナポリの王位はその諸子フェルディナンド一世の家系に継承され、シチリアの王位と分離した。 フランススペインによる拡築編集しかしフェルディナンド1世からアルフォンソ2世への大位継承にフランスが介入やがてイタリア全土を巻き込むイタリア戦争勃発への端緒となった第一次イタリア戦争中の1495年にはシャルル8世がナポリを一時占領した第一次イタリア戦争中の千五百一年フェデリーコ一世が治めるナポリ王国に フランス王ルイ十二世とスペイン王フェルナンド二世が侵攻した。ルイ十二世はフェデリーコ一世を敗してナポリ王となったが、その支配は短命に終わった。ルイ十二世とフェルナンド二世はナポリ王国をめぐって争い、ゴンサロ・フェルナンデスでコレドバ率いるスペイン軍はフランス軍をチェリニオラの戦いなどで破ってナポリ王国を征服した。1五百四年、リヨン条約によって フェルナンド2世がナポリオを兼ねることが確認された。これによりナポリオ王国はスペインに組み込まれることとなり、その後2世紀の間ナポリ総督管轄区としてスペインから派遣される総督が治めた。政治的な独立を失い植民地的集奪を受けた南イタリアではしばしば反乱が発生した。例えば1647年のマザニエロの反乱などである。 この間、1516年には、スペイン王カルロス1世が即位して、ハプスブルク家の統治下に入り、1556年以後は、スペインハプスブルク家に継承された。オーストリアハプスブルク家による、統治、編集1700年、スペインハプスブルク朝最後の王である、カルロス2世が没すると、遺言によりブルボン家出身のフェリペ五世が、スペイン王に即位した。 しかしこの大井継承をめぐり、スペイン継承戦争が勃発した。スペイン継承戦争中の1707年、ナポリ王国はオーストリアに占領され、以後その支配下に入った。オーストリアによるナポリ支配は、ユトレヒト条約、ラシュタット条約で確認された。スペイン系ブルボン家のナポリシチリア王国、編集詳細は、シチリアブルボン朝を参照カゼルタ宮殿ポーランド、 継承戦争中の1734年、スペインブルボン家の王子ドンカルロスがオーストリアを破り、シチリアとナポリを占領。1735年にドンカルロスがシチリア王、ナポリ王に即位した。このことは、最終的に1738年にウィーン条約で承認された。これにより二つのシチリア王国が再び一人の王をいただくこととなった。 事実上の両シチリア王国の成立とみなされるが、国政上ナポリ王国とシチリア王国は別個の存在のままであった。1759年、カルロ7世はスペイン王に即位するが、この際シチリアとナポリの王位を産卵のフェルディナンドに譲った。カゼルタ宮殿やサンデウチョの邸宅群、バンビテッリの水道橋の建設は、カルロ7世の治世において開始され、 フェルディナンドの時代に完成を見た。この他、カルロ7世の時代には、ナポリのサンカルロ劇場、カポディモンテ美術館も建てられた。フランス革命の影響とナポレオンによるイタリア占領は、ナポリ王国にも及んだ。ナポリのブルボン朝政府は、第二次大仏大同盟に参加したが、ナポレオンのイタリア侵攻を受けて政府は、シチリアに亡命した。百九十九年、 ナポリ王国に代わって、パルテノペア共和国が建てられたが、短命に終わり、ブルボンアサが復帰した。ナポリ王国は、第三次大仏大同盟にも参加したが、1806年にナポレオンによって征服され、ブルボンアサは再びシチリアに逃れた。ナポレオン帝国下のナポリ王国、編集ナポレオン侵略後のイタリア濃い緑色の部分は、 フランス帝国の領土、図中央上部の緑色の部分は、チザルピーナ共和国を1805年に解消し1814年まで、継続したイタリア王国、ナポリ王国の名も見えるが、支配者はナポレオンの兄、ジョゼフ・ボナパルトを引き継いだ。ナポレオンの義弟ジョアシャンミュラであった1806年の征服以後1815年まで、ナポリ王国はナポレオン帝国の衛生国となった。 この時代の王の称号も交渉は両シチリア王であるが、シチリア党はブルボン家の支配が続き、ナポレオン帝国の支配が及んだのはイタリア半島南部のみであった。ナポレオンは当初兄のジョゼフ・ボナッパルトをナポリ王に据えたが、1808年にスペイン王に転じた。代わってナポレオンの議定にあたるジョアシャン・ミューラがナポリ王・ジョアッキーの一世となった。ミューラの王国は、 ムラッティアーナ・ムラッチアナとも言われる。フランスによる支配の下で、ナポリ王国では、封建制度の廃止が宣言され、近代化が促進された。ブルボン家の復帰と両シチリア王国への移行、編集、ナポレオンの失脚後のウィーン会議によって、1815年にブルボン家が復帰した。翌1816年にナポリとシチリアの両王国は、正式に統合され、 両国の王であったフェルディナンドが、両シチリア王フェルディナンド一世として即位した。以後、両シチリア王国が、イタリア統一戦争まで続くことになった。ありがとうございます。